紙パルプ製の環境配慮型製品。地球に優しい紙パルプ素材とバイオマスプラスチックシルビオシリーズ、持続可能な社会を目指して。王子グループは真に豊かで持続可能な社会の実現に貢献するため、森のリサイクル、紙のリサイクル、地球温暖化対策などを積極的に推進しています。その取り組みの一つであり、環境に優しく社会を豊かにすることを目指した新製品、シルビオシリーズを紹介します。最初にバリア製紙素材シルビオバリアを紹介します。シルビオバリアは紙素材でありながら高い水蒸気バリア性と酸素バリア性を併せ持ちます。紙機材上に設けたバリアコート層が水蒸気や酸素の透過を抑制します。シルビオバリアの開発には当社が長年培った水系塗工によるバリア技術が生かされています。シルビオバリアはバリアフィルムの代替えとして食品や日用品の包装材などに広くご使用いただけます。シルビオバリアは環境省が推進するプラスチックスマートの取り組み事例に登録されており、日本の革新的な取り組みの一つとして G20 関係閣僚会合で紹介されました。次にパルプ製トラベラーリッドを紹介します。再生可能なパルプを原料としたトラベラーリッドであり、既存のプラスチック製の蓋を置き換えることでプラスチック使用量を削減することができます。トラベラーリッド以外にもモールド技術を活用した様々なパルプ製パッケージの開発を進めています。次に植物由来のバイオマスプラスチックの開発について紹介します。大気中への二酸化炭素排出を抑制し、地球温暖化防止に貢献するだけでなく、非化食である樹木由来のパルプを原料とすることで食品原材料との競争もなくした非化食バイオマスプラスチックの普及を目指しています。当社のバイオマスプラスチック開発事業は環境省の委託事業に採択されています。次にパルプ複合材を紹介します。プラスチック使用量の削減や生分解性プラスチックの用途拡大に貢献できる技術として、プラスチックとパルプを複合化する技術を開発していきます。パルプはバイオマス由来かつ生分解性素材であり、バイオマスプラスチックや生分解性プラスチックの補強に最適です。当社は海洋プラスチックごみ問題の解決に向け、業種を超えた幅広い連携を強めるために設立されたクリーンオーシャンマテリアルアライアンス、クロマに参画しています。
クロマの活動などを通してシルビオシリーズの普及を進めてまいります。地球規模の課題である廃棄物問題の解決や二酸化炭素削減は当社が貢献すべき大きな課題であると認識しています。当社は持続可能な社会の実現を目指して環境対応素材の開発を推進していきます。